ヨハン・ゴットリープ・ゲオルギヨハン・ゴットリープ・ゲオルギ1802年10月27日はドイツの地理学者、科学者、植物学者である。ヨハン・ペーテル・ファルク、ジーモン・パラスのシベリア探検に同行した。現在はポーランド領であるポメラニアのクライスグ・ライフェンベルクに生まれた。薬剤師の訓練を受けてザクセン・アンハルトのシュテンダールで薬局を開いた。 1769年にサンクトペテルブルクに移り、エカテリーナ2世が講演したシュベリア探検に二度参加した。最初は1770年のヨハン・ペーテル・ファルクの探検に参加し、1772年にはジーモン・パラスの探検隊に参加し、イルクーツクからエカテリンブルクを旅し、サンクトペテルブルクに戻った。この体験では1772年3月、 東土中に絶滅したケブカサイの遺体を発見し、これは調査のためにサンクトペテルブルクに運ばれた。探検ではバイカルコの地理的研究を行った。これらの功績により、1775年にサンクトペテルブルク科学アカデミーの巡回員になり、1783年にサンクトペテルブルクで科学の教授となり、科学アカデミーの正会員となった。 1778年にプロイセン科学アカデミーの外国人会員となり、1789年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。カール・ルート・ビヒビルデノーがダリアにゲオルギの名を付けたが、シノニムになっている。ゲオルギーは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・ゴットリープ・ゲオルギを示すのに使われる。ありがとうございます。